あの、私、下で千住さんが待ってるから。待って。待てよ、騒がないで。君の店で、あのオルゴールを見つけた時は、心臓が止まりそうだった。オルゴールは2台あった。2台。一緒に買ったんだ、母とあの男とで。二人は2台のオルゴールで、あいつがオルゴールを手放さなければ、あのオルゴール、爆弾を詰めて、あいつに聞かせたかったんだ。僕たちの思い出を10年分。僕はね、これで今日死ぬつもりだったんだ。オルゴールの音色を聞きながら死にたかったからね。悪いけど、一緒に死んでよ。あのまま帰らなかった君がいけないんだ。この蓋を開けたら、もう止められない。サラ！サラ、大丈夫か？あのオルゴールに爆弾！何？もったいねえよ。実にもったいねえが。これでよかったんだ。